改めてご紹介いたします。まずは TWICE 専属メイクアップアーティストとしてご活躍されていらっしゃいます。大人気メイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨのブランドプロデューサー、ウォン・ジョンヨさんです。ウォン・ジョンヨさん、一言ご挨拶いただきます。ウォン・ジョンヨ氏、あんまりイ인사말씀부탁드립니다。あ、ね、안녕하세요。ね、ブレンドプロデューサー、ウォン・ジョンヨですお、바쁘신中に또、오늘도이렇게많이참석해주셔서너무감사드립니다 はい皆さんこんにちはブランドプロデューサーのウォンジョンヨです今日はお忙しい中ご参加くださってありがとうございますはいそして世界で大活躍する TWICE のメンバーでありウォンジョンヨブランドミューズの桃さんです会場の皆様に一言ご挨拶お願いしますはい皆さんこんにちはワンジョンヨブランドミューズの TWICE の桃ですよろしくお願いします はい、ありがとうございます。ももさん、今日の衣装もとっても可愛らしくて素敵ですが、今日の衣装のポイントを教えてください。はい、そうですね。今日は、あのー、この、オンジョヨの、あのー、イメージカラーに合わせて、ピンクのワンピースで、ちょっと春っぽく決めてみました。

はい、えー、今日のももさんのメイクのポイントですけれどもおこのピンクの衣装もそうですけれども新製品のイメージに合わせて女性らしさ優雅さを表してみましたはいありがとうございますさあそしてももさんのお姿に皆さんもね目がハートになっています今日も本当にお美しいですが最近ハマっている美容法また皆さんにおすすめしたい美容法あれば教えていただけますか あそうですね。あの、前回もあの、ワンジョヨのスキンパックの話をさせていただいたんですけど、あの、やっぱり今回もスキンパックのお話をしたくって、あの、これは本当に毎日朝、あの、起きて、えっと、ちょっとあったかい、あの、お湯で顔を洗って、そっからあの、冷蔵庫にあの、パックを入れておいて、あの、 冷たい状態でパックをするとあの本当にむくみも取れるしメイクのノリもいいのですごくおすすめですはい、このモンジョヨの,あのパックですね前回から本当におすすめしていらっしゃいますよねさあそしてモンジョヨさん本日新ビジュアルお披露目していただけるということなんですけれどもお見せいただきましょうモンジョヨにも新ビジュアルを보여주신다고들었는데요それを보여주시겠어요、ね、新ビジュアルを공개하겠습니다 はい。新ビジュアルをお見せいたします。はい。いかがでしょうか本当に可愛らしいですよね。今回のビジュアルのコンセプトを教えていただきましょう。イボンにビジュアルコンセプトをい알려주시겠어요 이제 같이 디렉팅을 해주셨던 이번에도 역시 요시다 여니님께서 감수를 해주셨고요. 골드색 크레임이 이제 립형으로 되어 있어서 립색이 변하는 것처럼 또 자신의 캔버스를 다시 칠하는 그런 메이크업을 표현하고 있습니다. はい今回もですね前回同様アートディレクターの吉田優仁さんが監修してくださいましたえゴールドのフレームご覧になるとリップ型になっているのがわかると思いますがリップの中の色が変わるかのように自分のキャンパスを塗り替えていくというコンセプトで、えー、作りましたはいとっても素敵ですそしてももさん撮影ではどんなことを印象に残ってますか そうですね、今回もあの吉田ゆにさんの,あの世界観ですごく楽しく撮影をさせていただいたんですけどあのゴールドのフレームに入って撮影をしたんですけどそれが結構ちょっと難しくって苦戦をしたんですけどこうやって素敵に素敵な感じで完成したのですごく嬉しいいですはい、ありがとうございます。 さあこちらの、ね、シャンパングラスのビジュアルとっても可愛いですけれどもももさん完成したものを実際にご覧になって感想はいかがでしょうか。そうですねこれあのチェリーがこうダイヤの形になっていてあのシャンパンでこうワンジョンヨのロゴができているからすごくユニークで可愛いなって思います。 はい、ありがとうございます。さあ、そして、ウォンジョヨさんにね、今回のビジュアルのメイクのポイントをお伺いしたいと思います。まずはこちら、ライトピンクバージョンからですね。ウォンジョヨ님、ビジュアルメイクアップポイントを알려주시면좋겠는데요。우선、ライトピンクバージョン부부탁드립니다。 팔레트 신상품을 기반으로 한 이제 메이크업이에요. 그래서 전체적으로 이런 따뜻한 혈색감 있는 이런 핑크톤 메이크업을 전체적으로 이제 물들이듯 발라서 조금 더 혈색감 있고 이제 여성스러운 그런 느낌을 표현한 메이크업입니다. はい、ライトピンクバージョンはです、ね、このアイシャドウパレットの新色04を使っているんですけれどもこのパレット新しいパレットをイメージして全体的に仕上げていますこちらではです、ね、顔全体にローズカラーを入れてそしてま統一感を持たせてトーンを少し抑えめにしています、はい、そして続いてローズピンクバージョンこちらはいかがでしょうか多分ロージュピンクバージョンにご覧のおなよ。あ 첫 번째 이제 내추럴한 여성스러운 핑크 느낌에서 조금 더 어른스러운 느낌을 강조를 하고 싶었어요. 그래서 최대한 피부는 투명하게 어, 표현을 하고요. 여기에 맞춰서 아이라인 그리고 마스카라를 조금 더 이렇게 잡아줘서 눈매를 또렷하게 해주로 인해서 이게 좀더 그 이제 아이 메이크업의 포인트를 조금 더둔 그런 메이크업입니다. 네. 여기서는 레트로 핑크의 이미지에서 ポサを強調ししたたいいと思いましたそれでまずはこの透明感に肌,をも肌,に肌の透明感を演出しましてその上にアイラインそしてマスカラで目をはっきりと仕上げて目元を強調するということを心がけてそこをポイントにしましたはいどちらもね本当にお似合いですがももさんご自身はこのライトピンクバージョンとローズピンクバージョンどちらがお気に入りでしょうか そうですね本当に2つともあの可愛くて正直両方お気に入りなんですけど個人的にはライトピンクバージョンの方が好きですはいとっても可愛い仕上がりですよね。そ,そして今回のビジュアルの,あのメイクで使用されたアイテムの中での一番のお気に入りアイテムなんですか そうですね。あの、新作のアイシャドウの4番のカラーがすごく可愛くって、あの、ローズな感じで、春にもぴったりだなと思って大好きです。はい。こちらの W デイリームードアップパレント4番、暗いローズ。とてもいい色ですよね。皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います。 さあそして、デイリームードアップパレット、この新色のね、お話が今出ましたけれども、他にも2つ新商品が発売されるんですよね。オンジョヨン님、以上、2가지新제品が出てきまあ、た。メタルシャワー、え、새로운新色상すそう、インキー중에、판めじゅパウダー、そパウダーが、と、リニューアルで、そ、出資で、ましたはい。 えっとメタルシャワーペンシルの新色が出ました。それと今大変好評を得ていますフィクシングプラーパウダーが出ました。はいこのメタルシャワーペンシル新たにオフホワイトカラーの5番05バニラベールが発売されるということなんですがモモさんこちら実際に使ってみていかがでしたか。 そうですね。今までのカラーよりかはもうちょっと明るい感じなので、すごく使いやすいので、この季節にぴったりなんじゃないかなと思います。はい。こちらのカラー、オンジョヤさんご自身、このカラーどんな方におすすめなんでしょうかウォンジョヤカラー、어떤분들께추천을하고싶습니 어, 이 컬러는 진짜 말 그대로 되게 밝고 되게 약간 바닐라 색감에 진짜 뉴트럴한 그런 컬러예요. 그래서 진짜, 어, 되게 은은한 그런 진주빛으로 애교살을 좀 빛나게 연출하시기 굉장히 좋거든요. 그래서 좀 눈매를 깨끗하게 보이고 그 약간 내추럴한 메이크업을 즐기시는 분들한테 추천드리고 싶습니다. はいこの新しいカラーは本当にバニラのような色でニュートラルなカラーになっています。ですので本当にパール感がすごく綺麗ですしクリアな目元を求める方がいらっしゃればナチュラルなメイクをしたいという方にぜひおすすめです。 はいありがとうございますそして常にね品切れ状態の大人気フィクシングブラーパウダーですがこちらリニューアルされるということなんですけれどもこの商品の人気の理由はどんなところにあるとお考えでしょうかフィクシングブラーパウダーがどうも人気,この,に人気がーの理由はどうはいう人気がの理由は考えますか 어, 제가 그동안 수많은 파우더를 써보면서 굉장히 중요하다고 느꼈던 부분 중에 하나가 그 파우더가, 파우더의 제형, 굉장히 그 고운 제형이 굉장히 중요하다고 생각을 했고요. 그 다음에는 이제 어느 정도 파우더를 했을 때 어느 정도 피부톤을 커버를 해줘야 되는 약간의 그 커버력이 있어야 된다고 생각을 했기 때문에 그두 부분이 모두 다 충족이 되는 제품이 좀 나왔기 때문에 모든 분들이 그 부분을 알아주시는 것 같아요. はい、私これまで本当に数多くの製品を使ってきたんですけれどもこのパウダーを使うにあたってやっぱり重要だなと思っている点がいくつかありましてこの製品はですねとてもその質感が繊細な細かい粒子出てきていますそれからパウダーと言いながらも若干のカバー力が必要だなと思いますこの製品はどちらもお金備えているので皆さんに好評を得られるのではないかと思います。 はい、ありがとうございます。さあ、今回のリニューアルでは、こちら、容量を 10g から 13g に増量しまして、保湿が期待できる美容液成分が追加され、そしてパッケージデザインも一層し、きらめくロゴをあしらった可愛らしいデザインとなりました。さて、ここまで新作アイテムご紹介をしてまいりました。ももさん、先ほどもね、スキンパック、大変お気に入りだとお話をいただきましたが、スキンパック以外に最近お気に入りのアイテムありますか いますかそうですねあの最近はトーンアップフィルタークッションの3番をメイクしない日に以外の日に自分であのこれだけ塗ってあの外に出ていってます。なんか下地なんですけどなんかファンデーションの代わりにもなるのでこれだけいつも毎日塗っています。 はい。ありがとうございます。さあ、ウォンジョンよ新作アイテムと、モモさんのお気に入りアイテムのね、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。えー、さて、まだまだお話たくさん伺いたいところですが、そろそろお時間が近づいてきてしまいました。最後にお二人からメッセージいただきたいと思います。まずは、モモさん、お願いします。 はい、あのー、新商品も本当にいいアイテムばっかりなので、この春にぴったりのアイテムだと思うので、ぜひ皆さん、ウォンジョンヨであの春を楽しんでいただければいいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて、ウォンジョンさんお願いします。ウォンジョンにマジマグロハンマリーン様にお住みいただたます。 어, 네 올해도 저희 브랜드 이제 만든 분들한테 사랑받을 수 있도록 좋은 제품 많이 출시를 할 테니까요. 네 많은 관심 부탁드립니다. はい今年もあのウォンジョン用の製品ですねたくさんの方に愛されるように一生懸命作ってお届けしたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはいそれではですねこのまま代表質問に移らせていただきます私から事前にいただいている質問を読み上げさせていただきますまずはももさんへの質問です撮影で使用したアイテムの中で W デイリームードアップパレットの新色クライローズお気に入りとおっしゃっていましたがももさんはどんなシーンでこのアイテム使いたいですか そうですねこれをあのもともとあのサンプルが出てた時にあのワンジョンヨ先生がよくこれで撮影の時にあの使っていただいてたんですけど写真写りも本当にすごくいいのでなんかこう春に友達とどっか出かけて写真撮ったりするのでも全然なんかかわいいなって思います。 ははいいいありがとうございますすでで続いての質問です日本では4月から新生活が始まりましたがももさん、今年度は新しく挑戦したいことなどありますか、えーそ,うすね、<laughs> そうですね、私は、最、え、近、ー、あ最近じゃない、そうですね、私は新生活え、何でしたっけ <laughs> 今年度、今年度4月からね、あの新しい年度になりましたので、挑戦したいことですね、はい。新しく挑戦したいこと、えー。そうですね。えー、っと、やっぱり TWICE としてもですし、個人としてでもそうですし、また新たな挑戦をしたいんですが、去年からあの、ミサモの,あの活動が始まったばっかりなので、あの、ミサモの活動でもまた新たな挑戦をして、ファンの方々にいろんな姿をお見せできたらいいなと思います。 はい、ありがとうございます。では、桃さんへの最後の質問です。新生活を始められた日本の皆さんへメッセージお願いします。そうですね、新生活って言ったらやっぱりなんかこう。新しい人に会ったりとかしないといけないじゃないですか。<laughs> 私は私も結構あの人見知りなので、なんかそういう新生活って多分緊張したりとかすると思うんですけど、なんかこう？オンジョン用の？ メイクを使って気分をアップさせて自信を持って新生活に臨んでいただければいいなと思います。<laughs> はい、ありがとうございました。 続いて, 원조요사의 질문です. 다음은 원조요님께 질문 드리겠습니다実は今日情報解禁で2つの新商品発表されていますよね会場にも展示されていたと思うんですがご紹介いただいてもよろ 사실 오늘 정보를 공개해서 두 제품을 발표하신 것 같은데요. 회장에도, 회장에도 이거 전시되어 있는데, 소개를 부탁해도 될까요? 어, 네. 아쿠아 글루 프라이머랑 그 젤라토 스킨팩, 요두 가지인데요. 어, 아쿠아 글루 프라이머는, 어, 사실 되게 오래전부터 준비하던 제품인데, 어, 이제, 보신 분들은 아시겠지만 젤 퍼밀러 제형의 제품이에요. 근데 이게 왜 프라이머냐면은 기존에 이제 있었던 프라이머 같은 경우에는 이제 어떤 피지를 이제 뭐 말려서 메이크업 유지력을 좀 높여주는 그런 제품류의 프라이머는 좀 많았는데 수분을 좀 채워주면서 수분으로 감싸는 프라이머의 제품을 정말 좋게 한번 만들어 보고 싶은 마음에서 시작된 제품이거든요. はいえっと、新しくです、ね、今日、情報解禁になりました2つの新製品というのはアクアグループライマーそしてもう1つはジェラートスキンパックです。 まずこのアクアグループライマーなんですけれどもこれは昔から、まあ、ご存知の方はご存知と思いますがプライマーというものがありましてその中それが1つバージョンアップしたような製品となっております。といいますのももともと下地として、まあ、メイクをキープするための下地として使われているものですけれどもその中に水分でお肌を包み込むような機能があったらいいなということを思って、えー、開発したものです。 그래서 바르는 즉시 좀 이제 산뜻하고 어 이제 바르는 즉시 좀 이렇게 수분으로 딱 랩핑 되면서 네 메이크업이 이제 잘 붙을 수 있도록 만든 제품이고요. 그리고 젤라토 이제 시트팩은 기존에 너무나 큰 사랑을 받았던 저희 시트팩을 이제 조금 더 시원하게 쓰실 수 있도록 정말 젤라토 제형에 그렇게 얼려서 쓰시는 제품인데 이게 얼려서 완전 깡깡 얼어서 딱딱해지는 것이 아니라 아무리 얼려도 이렇게 좀 말랑말랑한 젤라토 느낌의 그런 제형을 갖고 있어요. 그래서 여름에 냉장고에 두셨다가 되게 시원하게 샤베트처럼 쓰실 수 있는 팩이라 아마 쓰시면 되게 좋아하실 제품인 것 같습니다. はい、ですのでこのアクアグルプライマーですね塗った途端に爽やかさとともに水分が補給されてメイクアップがしやすくなるそういったお肌に作ってくれるものですそれからジェラートスキンパックなんですけれどもこれまでもシートパック弊社のシートパック皆さんとても愛用してくださいましたけれどもそのシートパックをより 使うことによってすすきり感を出こことががででるようにししたものがこの新しい製品です、えー、つまり、えーまあ、冷やして使うというのがこ,れはもうこ,のこのパックはクールタイプのものでして、えー、冷やしてそのままのせるとすぐ乾いてしまうということは全くなくずっとプルプルのジェ,ルジェリーのようなシャーベットのようなそういった質感でずっと残って長い間お肌の上にのせておけるようなそういった製品になっています。 神沢みだ、ありがとうございました。さあ、お時間となりましたので、以上で代表質問終了とさせていただきます。えー、改めて、たくさんお話を聞かせていただきました、ウォン・ジョンヨブランドプロデューサー、ウォン・ジョンヨさんと、ウォン・ジョンヨブランドミューズ、トゥワイス・モモさんに大きな拍手お送りください。ありがとうございました。